おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は使徒の働き12章。メッセンジャーはジョシュア牧師先生です。この私たちはこの使徒この使徒の働きを全体的に見ていきます。そしてこの前の章を含めて段落に分けます。この使徒の働きを6つ の, この段落に、この使徒働き の, この書簡全体を 6つの段落に分けました。この神様の御言葉は、さらにこの御言葉が増えていった、ますます広がっていったと。この第一段落は8章の働き、1章から6章までが第一段落。6章7節、このエルサレムですね。このエルサレムの中の聖霊様の働き。7章は、教会がここで生まれます。このエルサレムでこの増え広がっていきます。8章から9章は、この聖霊様 の, このエルサレムでの働き、そしてユダヤ、ガラリア、そしてサマリア、この聖霊様の働きです。そして神様の言い方はますます増え広がっていった。9章では31章まで、この9章10章はだんだんこの福音が広がっていくという内容です。これでサウロがこの召されて、召しを受けて、そしてこの福音が異邦人まで増え広がっていきました。神様はこのペトロは神様にこの偉大に用いられたものです。でコルネリアの家族全体が救われる。この10章ですね。しかしユダヤの教会とエルサレムの教会は異邦人が救われることに対して受け入れることができました。しかしペテロを通して、そしてペテロが説明することによって彼らを受け入れ始めます。昨日11章でしたね。皆さん11章見ました。このユダヤ人の教会とユダの教会、ユダにある教会、ブレイクスルーを神様の偉大な御手によって体験することができました。それが11章でした。なぜなら彼らはこの異邦人の信者を受け入れるということをしなければならなかったからです。この使徒パウロ、使徒パウロも立ち上がり、そして異邦人のためのこのミニストリーを始めていく。異邦人の教会のためのこのミニストリーがさらに増え広がっていくという。今日はこの12章に集中していきたいと思います。神様の御言葉が異邦人にまで広がっていきます。9章の最後から12章の最後まで、これは全てどのようにして始まったのでしょうか。神様はペテロを助けて、コルネリオを通して、神様、そして御使いが豊かに働き、そして人々は幻を見ます。ペテロも幻を見ました。このエルサレムにあるこの教会、使徒たち、これの全て起こった出来事を彼らはどのようにしてみたんでしょうか。最初彼らを受け入れることはできませんでした。そして使徒サウロは立ち上がります。その時サウロはエルサレムにいました。彼は迫害を受けます。そしてタルソ、彼の故郷であるタルソに送られます。そしてバルナバが
このタルソに、このタルソから、そしてサウロをアンティオキまで連れてきます。そしてそこで、アンティオキで教師となり、そして説教を語る者となりました。これが1章から11章、そして12章も含めて、この全て起こった出来事です。この12章は、神様の恵み、このエルサレムへの、このユダヤ、この地球全体、全世界、この全てのユダヤ、ガラリア、サマリア、そしてユダヤ、もう次の段階に入ろうとしています。ユダヤを過ぎ去って通り過ぎ、そしてユダヤを通って異邦人へと入ろうとしています。三段落目、このプレリュードというのはこの前章ですね。9章から12章はこのまた次のステップに入るか前章のようなものです。まあ、エルサレムにこの聖霊が下りました。そしてユダヤ、サマリア、ガラリア、そこから異邦人へと入っていこうとしています。12章はこの最後のこの異邦人の教会へと入る前のこの最後の章です。このルカは一つのことを話しています。福音、そして神様の御言葉、この異邦人の教会と今入っていくこと、そしならばエルサレムの教会はどうなったのでしょうか。イエス様は、神様はエルサレムの教会を忘れたのでしょうか。そうなのでしょうか。ここから入っていくの前章ではエルサレムの教会がもう出てきていません。この神様の恵みがこの異邦人の教会へと降り注いだとき、この神様の働きとは一体何なのかが分かります。神様はエルサレムの教会、ユダヤ、サマリア、ガラリアの教会をちゃんと見ておられます。このエルサレム、ユダヤの全土、このイスラエル全体、神様は一つのことを見てほしいと願っておられます。それは神様の力、神様の守りがそこにあること。神様はエルサレムを守っておられます。神様の力が彼らと共にありました。この福音がこの異邦人と広がっていく。兄弟姉妹、神様の力、そして神様の守りで満たされていました。このエルサレムにある教会、今日も私たちが世界を見るとき、この例えば香港の問題、同性愛のムーブメントとか、社会的問題、そして新型コロナウイルス、例えばこの政治家の話、この政府の話ですね。兄弟姉妹はもうそこには希望がないと感じてしまうでしょう。この使徒の働き このエルサレム教会もそのような状態でした。私たちは一つ見ることを知らなければなりません。神様は私たちを見ておられます。神様は私たちを見守っておられます。エルサレムにある教会はこの世界の教会を見て、私たちの教会も含めて
私たち一つのことを見なければなりません。何でしょうか。神様の御手が、今日のタイトルですね。神様の御手を見ようと。この使徒の働き十二章のタイトルです。神様の御手を見ようと。見なさい。そして、私たちが大変なことの中にあっても、このルカは一つのことを見てほしいと書いています。このエルサレムの教会の状況、大変ですけれども、私たちはこの神様の御手が働いていることを見なければなりません。私たちもこの行動を起こさなければなりません。聖霊様の働きは制限されることはありません。この冬の寒さにも、または困難な状況の中でも、聖霊様の働きは制限されることはなりません。この福音の、私たちの状況、私たちはどんなに難しい状況の中であっても、福音はますます広がっていきます。まあ、心の中で恐れていても、私たちは前に前進しておかなければなりません。私はエステルの、物語を思い出します。エステルは、3日3晩、断食をしました。エステルは、いつでも死んでもおかしくない状況でしたね。この王様の前に出ていくために。エステルも非常に恐れました。しかし、この全てのユダヤ人、その彼らのためにエステルは勇気を持って王様の前に出ていきました。これは私たちの力によってはありません。しかし神様の力によって、死ななければならないなら私は死にますとエステルは言いました。エルサレムの教会もこのようなものだったでしょう。私たちもこのようにならなければなりません。これが私たちのこの態度です。2017年、私は脳の、手術を受けました。このことを私を、思い起こさせてくださいます。思いさせてくれます。雲ですか？冠。神様は、私、冠を授けてくださると。私がこの、脳の手術を受けないといけないとき、私たちはこの手術がどうなるか分かりませんでした。私はこの手術の前の日は本当に眠ることができなかった。しかし、エステル記を思い出しました。私は、どんなに恐れていても、私は前進しなければならないと。神様に信頼しなければならない。今日も、教会もこのようにならなければなりません。私たちはこの全世界を神様は手術しておられます。香港もそうです。この、困難な状況の中で、たくさんの人々は恐れています。彼らは移民したいと願っているし、いろんなことをしたいと、どうにか解決しようと。まあ、もちろん私たちも恐れています。私たちは希望がないし、助けもないと思っています。しかし私たちは前に進んでいかなければなりません。私たちは神様の御手を見ます。そしてこの福音の、旅に進んでいかなければなりません。この使徒の働きの最後の、段落。12章1節、17節までが、第一段落、この章の。神様の救いを体験する。神様の御手を見なければならない。そして神様の救いを体験します。第一
助けがないようなこの教会、教会は誰も助けてくれないような、そのような状況。一節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ヨハネの兄弟、このペテロ、このイエス様 の、 この弟子たちですね、ヤコブが殺されてしまった、この剣で。まあ、ヘロデ王は非常に冷酷な王様だった。まあ、ヘロデはこの人が殺されるのも何とも思っていない。この教会のリーダーたちを捕まえて、そして剣で殺してしまいます。でそれを三節ですね、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。このペテロも捕らえにかかっています。ペテロも殺したいと、殺そうと、この過ぎ越しの時に、この種なしパンの祝いの時で、この過ぎ越しをこの祝う、非常に冷酷な王様です。このサタンの力がここにあります。この政治というのはその時サタンによって支配されていました。なのでヤコブも殺そうとして、そし殺してしまいました。そして今にはペテロも殺そうとしています。そして4節、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。教会は何も希望がないような状態、助けがないような状態。ヤコブは死んでしまいました。ヘロデ王はもう誰でもと捕まえて殺せるような状態、何もこの文章をいちいち書かなくても、なんていうんですか、公的な手続きを取らなくても本当に誰で もう殺せるような状態。本当に彼は人を殺していきました。まあ、ペテロは牢に入れられます。5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は何もすることができません。ペテロプロテスト、デモンの行進ですねとか、この意味、もし彼らがやったとして、これは意味があるのでしょうか。何も彼らを助けるものはありません。このしかし教会が一つできることがあります。それは熱心に祈ること。祈り続けていた、祈り続けること。これで私たちは教会の力、そして神様の御手を見ることができます。そしてヘロデがこのペテロをも殺そうとするその夜、6節、ところでヘロデが彼を引き出そうとその日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。非常に高いセキュリティのある牢獄だと分かります。しかもペテロは2本の鎖につながれていた。そしてこの鎖というのは柱につながれていました。ヨーロッパに行ってこのお城様と、お城とか見ると分かると思うんですけど、お城の地下にはこのようなこの牢獄があるんですね。お城の下にはこの牢獄の中には非常に大きな柱があって、この柱のそばには椅子があって、そしてそこにつながろうと
つなげるんですね。非常に冷酷なやり方です。そこでこのようにペテロもつながれていました。7節、すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。7節から11節、このペテロの状況は一体どうなるものでしょう。詳しく話すことはできないんですけど、時間がなくて、ペテロはこの、幻を見ているような、ペテロはまるで何か夢を見ているような感じですね。何が起こっているか分かっていない。眠っていたので、まるで夢心地のような状態ですね。現実なのか夢なのか彼分かっていません。見つかりが彼に現れます。この、牢獄の中で現れました。光が彼を照らしても彼は起きなかったんですね。よく眠っていますね。神様の見てが分かります。この11章、21節、主の見てが彼らと共にあったと書かれています。そして大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手が彼と共にあったと11章で分かります。主の御使いが現れた。しかも幻じゃなくて実際に現れたんです。でしかしペテロはこれを幻だと思っている。でなので御使いはペテロの脇腹を叩きます。ちょっとデモンストレーションをしてみましょう。一人の兄弟を呼びます。例えば私が見つかりだとして、この刺す、このつついて、ペテロは起きます。このつねってなんていうんですか、このつついて、ペテロ本当につついて起こします。つついた、この叩いた、もう一回見てみましょう。このようにして脇はこのつついて叩いて押すようにして。私たちバスケットボールをプレイするときもこのような動きをしますけども、この押して、見つかりはこの見つかりの自分の手でペテロの脇腹をこのつついて起こします。そして8節、帯を締めて靴を着なさい、上着を着て私についてきなさい。ペテロは言われた通りにします。それでも幻だと思っています。そしてこの通りに出ると御使いは消えてきました。でペテロはもう気づきました。これは現地だと。このヘルド王の手から私を救ってくれたんだと。ペテロのこの御使いのこの御使いとこの神主の御手によってペテロの手から救い出されました。11節、この主の御手というのは聖霊様のことです。神様の霊が御使いがこのペテロの脇腹を叩いて
助け出します。11節12節から17節、この神様の力というのはどこから来たのでしょうか。それは祈りから来ました。この神様の力というのは祈りから来ます。ペテロどこに行けばよいのでしょうか。この後12節、まずヨハネの母マリアの家に行きます。そこには大勢の人が集まって祈っていたと書かれている。12節、それはマルコの家だと。このたくさんの人が集まって祈っていた、そこはこのマルコの家でした。マルコの家、下の働き書覚えてますか。この、聖霊様が下った場所、しかし彼らは、あ、この人は、ペテロが、帰ってきたと喜びすぎてドアを開けるのを、忘れてしまう。もうここで分かりません。教会は何の助けもなかった、希望もなかった。まあ、彼らは祈り会をしてますけど、この力を信じることができなかった。神様はここでペテロを助けてくださいました。しかし彼らはそれでも信じることができない。まあ、これが伝統的な教会の絵でもあります。私たちは祈ります。祈って神様に働いてほしいと思うんですけども、本当に働くとは信じられない。この神様の御手を信じることができない。まあ、神様は働いても彼らは信じない。私たちは何にも力がないもの。ルカは私たちに一つのことを知ってほしいのです。この異邦人の教会に神様恵み下ったとしても、エルサレムの教会を忘れることはありませんでした。神様の御手はいつもエルサレムの教会と共にありました。神様の力、この神様は異邦人の教会でも働いています。というのは、この世界全体、神様は働いてくださっています。このエルサレムからこの異邦人まで神様は働いている。エルサレムを忘れたなんてそれはありえません。エルサレムは神の力で満たされています。私たちはこの困難のことだけに目を向けるのではなくて、神様の御手にも目を向けるべきです。22節から33節、神様の裁きも私たちは見ます。神様は裁かれます。20節、ヘロテはスロとシドンの人々に対してひどく腹を立っていた。スローとシドンの人々に対してヘロは非常に腹を立てたんですね。その原因は書いてないですけれども、非常に腹立ってたと。この2つのところの、食料をですね、ユダヤ地から供給して与えたんです。ですから、そのこの2つの場所の人たちはヘロに対してすごく恐れていたんです。糧食を与えてもらえないと困るからです。そして彼らは和解を願いに来たんです。彼らはヘロを喜ばようとしているんです。そして21節、定められた日にヘロ王は王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説した。ヘロデの王は王服をまとったんですね。そして集まった会衆は神の声だと、人間の声ではないと、
ヘロデは多分非常に傲慢の話したと思いますね。ですからその回収は神様が話していると言ってたんですね。ヘロデ王は主に神に栄光を帰さなかったんです。人々も彼を神として見ました。彼はへりくだって神様に栄光を返すことはしなかったんです。ですから主の御使いはヘロデを撃った。この撃つという字ですね、御使いはペトロを、その嫁いで彼を起こしたそのと同じです。ここでは神の御手はもう一度現れました。そしてヘロデは虫に食われて息絶えた。彼は傲慢の時に主に栄光を帰さなかった時には、主の導きは彼を撃って、そして虫が彼を食われて彼は息絶えた。虫に噛まれて彼は息絶えた。ここでは主の裁きが見えます。エルサレムの教会は主の御手が見えます。その御手は救いの御手です。さらに裁きの御手です。今日はみんなに見てほしいのは、私たちは非常にたくさんの困難を直面しています。私は今年66歳になりました。チャールズ、ここにいるのは見えますね。彼は83歳です。チャールズはこの83年の間に香港はこんなに難しい状況を見たことはないと思います。香港は非常に難しいです。台湾も難しい状況です。世界各地も非常に難しい状況です。アメリカも非常に難しい状況です。ヨーロッパも非常に難しい状況です。フィリピンも非常に難しい状況です。コロナウイルスのことだとか、経済の問題だとか、さらに洪水の問題、その台風の問題、この世はさらに難しくなります。しかし私たちは主の御手が見えます。私たちは希望がないように見えるけれども、私たちは力があります。主の御手は私たちを守ってくださって救ってくださいます。しかしこの世の状況、環境を見ると、どのように解説すればいいか。今日の聖書から見ると、ヘロデに対しての裁きは実はサタンの国に対しての裁きです。目次録には7つの印と7つの、その器、お椀、はい、器、はい、6つと7つのその器は完全に違うです。6は1から6は6は人の数字です。1から6は人に対して、土地に対して、そしてサタンの力、海の獣、地の獣に対しての裁きです。最後にバビロンは倒れました。皆さん見えますか？私たち今日直面している困難、実は神様の御手がサタンの国の力に対しての裁きです。バビロンの制度、バビロンの力に対しての裁きです。神の御国は揺るぐことはありません。
サタンの国の地は裁きに当たるんですけれども、神の御国は揺れることはありません。ここも同じですけれども、ヘロデは非常に冷酷ですね。勝手に人を殺してしまう。自分が神のように見てます。聖霊様はルカを通して私たちに見せてほしいのは、神様は振り返って大いなる力、身力を、大いなる御手を伸ばしてくださいました。私たちは教会としてヘロデの圧迫の中では、私たちは祈らなければならない。主の御手を見なければならない。私たちは主の御手を信じなければならない。主の救いを信じなければならないです。主の裁きを信じなければならないです。それはサタンの力に対しての裁きです。私たちはこれらのことを見て信仰を持つことが必要です。そして福音の旅を前進しなければならないです。そのようなことを恐れてはいけないです。最後の2節ですけれども、神の言葉ますます盛んになり広まっていった。私のテーマは、リバイバルの道に前進した。神の御言葉は毎日成長してきました。広まってきました。神様の御手が伸ばしますと、ペテロを救ってくださって、そして教会を救って、ヘロデ王を裁かれると、神の御言葉はますます盛んになり、広まっていた。道飼いは救いました。道飼いはペトロを叩きました。救ってくださいました。裁きの時に神の御手もそこでヘロデを撃った。神様の御手は私たちと共におられました。兄弟姉妹、私たちは苦しい状況の中にあると思うんですけれども、ペトロは道会が、連れて導いてくださって、彼は何もしなくてもいいですよ。神様が、自分が働きました。神様の御手が私たちを救い出しされました。それを見ると、私たちは福音の旅を前進しなければならない。神の御手伸ばすと教会を救われ、そしてサタンの力を裁かれ、神の御言葉はますます繁栄してきた、広まってきた。最後の一節ですけれども、新しい福音のチームが立ち上がりました。バラバ、サウロ、サウロの奉仕ですね。彼らのエルサレムのための奉仕、ミニストリーのことですね。彼はマルコを連れてアンティア教会に戻っていた。そして新しい福音を述べ伝える旅が始まりました。ここで皆さん見えるのはマルコ、新しいメンバー。サウロとパラバーズね、教会ですね、迫害直面するときには、この2人はどこにいるか、どこにいるか。彼らはエルサレムのマルコの建物の中にいるんです。彼らはそこに他の人と一緒に祈り続けました。彼らはエルサレムの迫害一緒に体験しました。それでヘロデは亡くなってから福音が述べ伝える
危機がの時期であることを彼らは知っています。ですから彼らは異邦の旅を立ち始めました。パウロとバラバは、エルサレムの困難を一緒に体験しました。パウロは神の御手が見えました。彼に対してはその体験は非常に深刻です。ベトルはどのように救われられたか、ヘロテはどのように裁きされたか、このようなことは彼の心の中にとどまっています。ですからその後の彼の宣教の道、宣教の旅は非常に困難であっても彼は力があります。この12章は新しい旅の準備です。そして次はトルコに入ります。トルコに行きます。それで今日のメッセージを終わります。皆さん立ってください。私たちは聖霊様によって聖霊様の力、あなたの御座のところから私たちに流れてください。主よ、天の力を私たちに解けてください。主の御手、私たち見えるように、霊の中に祈りましょう。聖霊様、来てください。
主の栄光を全地に満ちることを私たち見たいです。2019-2020年、私たち確かにたくさんの困難に直面しています。政治的なことだとか、教会ですね、分裂してしまいます。しかし主の栄光は私たちの中にありますように、皆さん主の栄光を教会に満ちるように私たち呼び求めましょう。聖霊様の力を呼び求めましょう。異言でお祈りしましょう。主、感謝します。賛美します。栄光に満ちた神様、感謝します。2節に書いているように、ヘテルはヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。私たちはこのような困難に直面して、私たち本当に希望なくなりました。私たち心には恐れてます。私たちは助けがなくなります。私たちは何もできないようです。しかし今日の聖書では、主の御手が救いがあります。主の御手が救いがあります。主、あなたのために私たちは前に進みます。心には恐れても、主の御手が私たちを守ってくださって導いてくださることを私たち信じます、頼ります。聖霊様、私たちと一緒に行ってください。私たちはあなたを礼拝するときに、賛美の中では私たちはあなたの御手が見えるように、主、賛美します。感謝します。
主よ、私たちあなたに頼ります。あなたを信じます。感謝します。御手は私たちから離れることなかったです。あなたの御手は救いの手です。大いなる力の御手です。主は私たちの恐れ、私たちのネガティブな考え方、悩み、主の御手に委ねます。私たちが見えますように、主の御手は私たちの中にあり、感謝します。天のお父様、感謝します。あなたはご自分の御手でペテロの脇腹をついて彼を起こしました。あなたの御手でヘロデの王を彼を撃った。そして彼は虫にかまられて息絶えた。皆さん手を挙げてください。私たち祈りを祈りによって自分の敵の縛りを勝利できるように、サタンの力は私たちから離れ、私たちオリジナルファミリーからの恐れ、砂漠、完全に離れ、うつ病、嫉妬の思い、私たちから離れ、イエス様の御名によって、私たちの命から出ていけ。あなたの御手を信じます。教会で主を働きます。働かれます。主の御手は教会に守ってくださいます。私たち祈って主の働きを信じます。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様の皆によって宣言します。主、大いなる力、教会を起こします。主の大いなる力の御手は教会を起こします。教会は縛られなく、信仰ないことなく、私たちは聖霊様の働きは今日でも働かれてますことを信じます。私たちはあなたを信じます。立ち上がって福音を述べ伝えます。主の地上で私、霊的の領域に向かって宣言します。サタン、主、大いなる御手をあなたを打ちます。主の皆によって、悪い政府の力、主の御手によってあなたを打ちます。同性愛の力、主イエスの御名によって、主の大いなる御手の力によってあなたを打ちます。ハレルヤ。
主の御手は働いています。教会では私たちは福音の述べ伝えるイベントがあります。今日金曜日、今日の朝、福音の述べ伝える集会あります。私たちはお祈りましょう。お祈りしましょう。教会はすべて暗闇の中の人を受け入れます。私たちは宣言しましょう。今日の教会の場所はすべてみんな皆さんに満ちるように、すべて満席になるように、イエス様、教会は新しい人を受け入れます。主よ、あなた新しいチーム、新しいチーム出てきますと宣言します。今日は新しいチーム出てきます。そして宣教の旅は始まります。今日私たちはソアコースで、ソアコースを行います。それは新しい宣教の旅です。私たちに油注いでください。私たち油注いでください。賛美します。私たちは神様を信じて頼ります。ハレルヤ。兄弟姉妹、皆さんに質問しますけれども、昔神様は大いなる御手を伸ばされました。主の御手は彼らと共におられました。今日は神の御手は戻ってきたんですか？私たちは主の御手が伸ばしてくることを見えますか？教会の御手は、教会の腕は伸ばしてない。私たちは恐れ、そしていろんな疑い、そういう固い思考に束縛されています。皆さん予言の行いしましょう。私たち固い思考を手放ししましょう。私たち目見えます。聖霊様、私たちの目を油注いでください。信仰の目を与えてください。私たちの心の目を開けてください。そしてあなたの愛、あなたの力、あなたの真実、あなた変わらないこと、私たち見えます。あなたの御言葉は私たちの心にとどまります。そして私たち続けて前進します。私たちはあなたの御言葉の中に歩みます。私たちの足はあなたの御言葉から離れることはありません。外れることはありません。私たちはあなたのために証しし、私たちの道はどんどん広くなります。正しい人の道はどんどん広くなります。主よ、私たちと共におられるように私たちを祝福してください。私一つの考えあるんですけれども、私たちは実は聖霊様の働き、聖霊様の力がよくわからないと思います。皆さん手を胸に当たってください。父よ、私たちは皆さん一人一人あなたの力を知るように、私たちは恐れを知るようなことではありません。私たちは理性による、理性だけによることではなくて、その働きの効果だけによることではなく、私たちはあなたの力を知るように、
私たちの目は常にあなたの御手が見えるように、過去の束縛の中から解かれてください。そしてあなたの歩み分かるように、あなたの働き知るように、私たちは力に満ちてあなたについていくように、そしてあなたの道からは教会を通して私たちを通して現れることができますように。私たちは肉なる人間ですけれども、私たちは聖霊あります。主、助けてください。あなたの道からを表すことができますように。そして私たちは高く飛べるように、わしのように飛べることができますように、イエス様の御名によって祝福します。あなたは主をします、主の力をします。あなたの目が開け、主の働きが見えますように、イエス様の御名によって宣言します。アメン。それで今日のモーニングディボーションを終わります。